130。朝ラヌーンがお好きでしょう。もう少し喋りましょう。吹いております。筋肉のコメントで。え？筋肉のコメント。筋肉。吹いてください。吹いております。あ、馬作ってる。もう壊れる前に取っときね。そのヤギ。馬を作っている途中です。めっちゃ難しい。かわいいヤギ。ヤギじゃねえ。ヤギじゃないです。馬です。ヤギじゃない。お、すごい。どうしよっかな。この後どうするの？せい。おやつ食べよう。うん、そうだね。煮詰まってる。満足しちゃった、うん、昨日ね、ここの炭、はい、掃除してたらね、すごい遠見え小人じゃない、トカゲが出てきた。ほらめっちゃ動きの遅いトカゲ。いいか、うん。さあ、三つ目の馬房が完成しました。これも入れられそうかな。はい、はい、どうも、馬の靴屋さんです。これいつもテンションか。俺の挨拶これなんですよ。なんか考えてなかったんだけど。皆さんこんにちは。シャムルックジャーマ TV のヤスです。皆さんこんにちは、ゆりです。ヤスです。あれさ、あれ自然と決まってんだけどさ、はい、いつもゆりが先なんだよ。あー、せーの、ゆりさんがいるんじゃないですか。違うか。じゃあ行こうかって。え、一緒に言うんすか。皆さんこんにちは、ゆりです、やすです。あ、そう、シャムロック乗馬 TV とか言わないから。そうそう、皆さんこんにちは、ゆりです、やすです。これ意外と安定するだし、意外とあの、ブレてもあ補正手ブレ補正でいきますよね。ちょっとね、雪で竹ふつるら感がアウトなんで。これ上げてほしいよ。これ上げてほしい。こういう運転よくないよってことですね。やっぱね、セカンドが分かるって言ったら急がついちゃう運転はよくないよっていう。佐野橋の方がいいかな。あとね、10分15分くらいで着くと思います。はい、もう静岡県に入ってます。移動します。まあ途中ね、あの雪大丈夫だったんでよかったですね。ですね、はい、1回下道降りましたけど、短い期間30キロぐらい下道走ったらすぐまた北陸道乗れたんで、やいのやいのいろいろおしゃべりしてる間にもう静岡県ですよ。そうですね、時間は1時半になろうとしてます。まあ馬の輸送だとね、やっぱ休憩なしとか、まあちょっとした休憩だけど ね、休憩なし多いですよね。馬最優先で、やっぱあの競馬好きな人ならね、輸送熱って聞いたことあるかもしれないですけど、体温上がっちゃったりとかね、すること多いんで、まあ馬にとって知れば全然普段と違う環境なんでストレスもかかるし、うん、それで
で。いや、すごいしんどいだろうなと思いますよ、ね。そうですね。まあ多分今ある分は打ち切った方がいいだろうね。はい。だからあと4日か、これ込みで4日。やっぱ1日で良くなる幅がすごいゆっくりだからね。2日おきぐらいじゃないと比較しても分からんよね。そうだね。でも多分今日も昨日よりちょっと細くなっとるんやろな。うん。傾斜入れた時よりこのパドックの朝の方がなんか細いやって感じするな。うん。やっぱ夕方になるにつれてちょっと膨らむよな。昨日7度4分だったからな。もうだから熱はないから1度ずつ下がってる。うん、0.1 ずつ下がってるから今日7度3分やな。そう、時短よ、なくなる。そういうものじゃないんだけど。よし、 OK。 ダンちゃんがフレグモーネという病気になりました。フレグモーネというのは、小さな傷口や毛根部から細菌が侵入して発症する化膿症です。詳しくは検索してみてみてください。発熱と足の腫れがあったので、獣医さんにお薬をもらって、獣医さんの指示のもと、私たちで注射を打っています。先日スタートしたシャムロック一口サポーターのご支援は、このような突然の病気や怪我の治療費にも使わせていただいています。ご支援いただいている皆様、本当にありがとうございます。そして現在、ご支援を検討している皆様、どうぞよろしくお願いします。実際に注射を打っている場面は、一口サポーターの特典動画の方で公開したいと思います。楽しかったですね。楽しかったな。手前が問題の足ですね。ちょっとこう上の関節のあたりがちょっと腫れてますね。下の反対の足に比べてこうちょっとむくんでいるような感じですね。でも最初1日目とか2日目とかこれが結構通常の足の 2,3 倍ぐらい腫れてたんですけど、だいぶ引いてきましたね。傾斜にいる時よりもこう外にいる時の方が腫れが引きやすいのかね。やっぱ歩くからいいのかね。歩いた方がいいね。あと数日注射打つ感じですね。頑張ろうね、ダンちゃん。よくなるよ。足以外はね、元気なんですよね。ご飯も食べるし。
にちは。こんにちは。いや、元気そうですね。はい、この山の王ですからね。山の王さんが来てほしい。いやまだでも、駐車かもしれんって思ってるね。あ、そっかそっか。最後に駐車したのは、2日前か。昨日、おとといだ。うん。今、結構、良くなりました。足ももうどうでしょう。大丈夫です。うん。ちょっと見づらいけど、ちょっとアップで撮ろうかな。本題の右足ですね。もう、ほぼほぼ分かりません。よく見ないと。本当によく見ないと分かんないぐらいになりました。よかったよかった。あとは多分血行が良くなっていくことで腫れの引きも早くなるんじゃないかな。もうちょっとスッキリするかなって感じです。そうですね。今日はなので休み明け初の運動ですね。じゃあもうあれ？え、太った？お腹お腹ぽよんな。やめて。ちょっとこれすごないこれ。元気だしお腹ぽよんだし食べないで。お腹ちょっと出てますかね。ね、お休みしてましたから。お前ししゃもダンディに帰る。ちょうちんやんこみたいな。早いの？あ、まあでも元気が一番や。元気ないダンちゃんは。私悲しかったもん見てて。泣いたわ。元気になったのを感じて歓喜余って嬉しいな。それよくなるよ、そりゃすぐ。ああそうだね。元気そうは元気そうやな。痛くはなさそうなのかな。どうなんでしょう。まあ、痛い。関節の部分だと思う。うん。元気だな。